和傘は完成品がすごい華やかなんですけど、一つ一つの作業はすごく地味で、繰り返しの作業が多くて根気がいるので、コツ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 積み上げることだと思ってます。やっぱり材料が全て自然のものだったり天然のものだったりするので、傘にした時にそれぞれの素材に負担がかからないように作っていきたいといつも心がけています。一番大切にしたいのはなくならないようにすることですね。これからも何十年もつながっていくようにやれることは全てやっていきたいと思います。